たトラップカー、これも夜まで戦いがもつれ込んでしまう可能性があるなんかこう非常に地味に。どうもマグニでございます。皆さんお元気でいらっしゃいましたでしょうか。というわけで200回を迎えることになりました。ありがとうございます。というわけでですね、実はこの収録の前にこの公開日がこれ月曜日じゃないですか、だから、昨日一昨日その前の日金曜日の朝にですね、頭集めライブというのを行っておりまして、でそれでですね、なんとほらウィザースケルトの頭2つゲットいたしました。ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。というわけでですね、今回は頭3つ集まりましたんでウィザーをぶっ倒してやりたいと思っております。それでは本日もやってまいりましょうた。ちょっとアイテムの整理先やるわ。アイテムの整理ね、いらねえのは捨てるぜ、ポポイとちょちょいと捨てちゃうぜ。あれ見て、開きっぱなし。あーめっちゃラグってる。どうした、なんかリウムの調子が悪いって話をちょっと聞いたぞ俺。くそー、よっしゃこんなもんかな。はい、バッチリ準備させていただきました。ポーションを存分に持ち、あとはねどこで戦うかだな。今回ね、そう 1.13 になってね追加されたこの低速落下ポーションも使ってですね、ちょっと空中戦を繰り広げたいなと私はちょっと考えてるわけでございますね。で今回そのためにまあロケット花火も多数持ちましたし、まあトライデントとこの俺の斧、アンデッド特攻ね、これがあればまあなんとかやれんじゃないかと。ここでね雨でも降ってくれるともっといいんだけどね。雷当てられるじゃん多分これ使えばね、雷ダバーンってできるじゃん。なのでどうしようかな。あんまり害のないところで当然戦うのは戦うんだけど、さあ飯も大丈夫、あとは本当に戦うだけなのだが、こんなラグい状態で戦って大丈夫なのだろうか。ウィザーの決戦場はどうしようかな。水の中で呼ぶ。あ、なるほど、海か。海かんめ。あ、ちなみに今のかんめはある有名実況者さんの真似でございます。失礼いたしました。さあやってまいりました、トラップタワーでございます。ここでちょっと一泊させていただいて、す海の広いところに行って、トラップタワー潰されると困るからもうちょっと離れますね。ラグいな、ラグリーよ。ちょっともう 1.13.1、 あそうだ 1.13.1 になって初めての実況です。ご覧ください。あれここ書いてないんだな、ここ書いてないんだな。なんか軽くなったという噂じゃないですか。でも全然そんな風には感じません。うわー、なんか見つけちゃった。またこれ見つけちゃったら行かないといけないんじゃない。いいや、もう今日は行かねえわ、もうバカ。うわやばい、うわー絶対今ラグったと思ったら完璧にラグってた。怖いなー、こんな状況でさ空中戦できる。よし、じゃあこの山で呼ぶ、この山の頂上で呼んで戦いましょう。ほっ、さあ皆さんやってまいりました、運命の第200回ウィザー空中戦でございます。はあ、いくぞ。はあ、はあ、はあ、いくよ。はあ、はあ、あとは真ん中にこいつを置くだけだ。はあ、白い顔が白い、これ誰の顔、これ誰だ。すいません、あのインベントリにね顔があった時点でね、ねね、よし、さあ、しっかりとウィザースケルトン持ち、置く前に暗視、別に暗視今いらないんだけど一応飲んどくね。これも夜まで戦いがもつれ込んでしまう可能性があるんで、いくよ。現れし、あれ今度こそ本当に呼びます。ほっ、来たね来たね。はい、距離を取る。さあ爆発が爆発します。キャー、あ当たんない、全然当たんない。低速落下、これをこうして、あいつ俺の俺気づいてなくないか。えうわふうわふう、甘い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 ぞ、俺は低速落下がついている。甘い甘い、はっ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 は。貴様のその奇抜な動きも、この低速落下があれば空中で全然難なく倒せることを私はこの動画で証明してやろうと言っているのだよ。はっはっはっは。雑魚に等しい。これが本当にマインクラフトのボスなのか。見てくれこの優雅なる私の空中の舞を。はっはっはっは。さあか
この逆に全然近づけない、これがあれか、ネックか。ほら大丈夫かこれ、倒せる時間かかるんじゃないのこれ。あれどこ行った、いたいたいた、なんか一人でダメージ食らってんだあいつ。ちょっと低速落下戦いづらくねえかこれ甘いぞ、俺は低速落下がついている。見てくれこの優雅なる私の空中の舞いを。いや非常に戦いづらいのだが、あ低速落下解けた。甘い、俺の斧を食らえ。現れよ顔面お化け。あ当たんなかった。はーおっしゃー、あれあれ、はい非常に空中戦って戦いづらいのね。どこにいるんだ、どうだ姿を現せ。上か、あ上だ。こんにちは空中戦、これぞ空中戦だな。よしやろうぜ、俺のパターンに入ったな、これが俺のパターンだ。あ消えた消えた、あれ消えるのずるくない、消えるのずるくないか。おい消えちゃったじゃん、あリリリリ兄貴、あいた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 、兄貴上に行かないでくれよ。兄貴はさ水から回復する能力を持ってるからさ、まあしょうがないな、ちょっとこっち来いよ。さあ結構当てたぞ、そして急降下切り、ほれー、ああ危ない、距離を取れ距離を取れ、一旦回復だ一旦回復だ、いいぞこの調子だ。断鉄剣くらえ、俺の断鉄剣シェア、どこ行った？あいた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 。パワーが出てくるとね、近くにいるよってことだからね。上のバーがね。もうちょい。うん？うん？あ、え終わったの？え、ちょっと待って。終わったのか？ちょっと待って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 。こういう時は当たり判定を出します。ちょっと待ってよ。終わっちゃったっぽいぞ今ので。当たり判定出して、あー言うて、うわーあった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 、ほらもうこれ倒したってことです皆さん、倒しちゃったよ。ててててててダーン、ビーコンゲットだぜ、イエー。なんかこう非常に地味になってしまいましたけれども、まあ一応ですねぶっ倒せたとぶっ倒せたということなのではないでしょうか。まあまあ、うん、ウィザー倒すのに低速落下は邪魔だなということがね、今回ではっきりと分かりました。まあだからあの今回空中戦ね、割とこうまあエイムが下手だったというか、私のこう狙いを定めるのが下手だったってことで、相当まあまあ時間かかっちゃいましたけれども、上手い人だと簡単に倒せると思います。なおかつファントムが出てこなかったっていうのがいいですね。寝てから挑みましょう空中戦誰もやんねえかというわけでですね、ついに、はい、200回、やはりビーコンのね恩恵を今後受けていこうと思います。イエーイ。でビーコンどこで使おうかな、今後ねあんまり、まあ、使えるようなところがあったら使いたいと思います。はい、やりました、ネザースターゲットだぜ、200回おめでとう。というわけで本日誕生日の兄弟へ送るプチチャレンジ、こちらご覧ください。今日のプチチャレ、ゾンビに何か装備着せてドラウンドにすればよかったんじゃってことなんだけど、その通りだなということでですね、私が過去に装備したゾンビをドラウンドにするとアイテムが外れると、総合版では、この PC 版じゃなくて総合版では外れることがあるんですけれども、Java 版ではどうでしょうかという検証でございますよね。まあそれをやってみてくれということでチャレンジしてみたんですが、なかなか装備付きのゾンビが出なかったんですが、今回こちらで装備を用意してそれを相手にかぶせてドラウンドにしてみるとどうなるんでしょうかっていうのが今回の検証。よし、ただいまーつってね。はい、で私はねその中ですごく面白いことを思いついたの、まあちょっと見ててね。ここでねゾンビの頭も1個出してるんですね。金でちょっと作らせてもらうね、金の装備。
例えばじゃあブーツ、もうブーツ1個だけでいいよ、これで十分検証になるから。ゾンビにゾンビの頭と金ブーツを履かせた状態で、ドラウンドになったら顔はどうなるんだってことなんですよね。ゾンビ顔のドラウンドになるのかって話なんだよね。まあまあまあ、いろいろと試したことがあるわけなので、やっていきたいと思います。よっしゃー、じゃあネザースターここに入れとくかな。オッケー、では準備が整いましたのでプチチャレの現場に向かいましょう。ゾンビがペッ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 って出てきてくれそうなこの広場に移動してまいりました。では夜まで待ちましょう。さあ夜でございます。そこにまあドラウンドはいるけれども、ドラウンドじゃなくておゾンビが欲しいのです。あ、痛い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 、もう早速だよ。よいしょ。でおゾンがいるところに行って、おゾン一人でいいんだよね。まあ一人倒して、このおゾンをこっちに連れてくるね。めちゃくちゃいい環境整ったな、おい。でこのおゾンにさポイってして、あれ取られね、ちょっと待ってね。よいしょ、はい、こっちこっち、オゾン。あれ取らない、クソ、ここだよ。あー、クソ、取らない系か。なんか取る個体と取らない個体ってのがあるらしいんだよ。まあお前じゃないな、じゃあお前でもない。あれ今回も失敗か。さすがおかしくない、こんなに履かないことねえよな。ラグってる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 、ラプンツェルラプンツェルラプンツェル、なんかほらほら動きおかしかったろ。早い早い早い、せこいよ今のは、絶対せこいね。ゾンビは気づくの早いから楽、あの人間察知能力がね大変優れてるんですよ、おゾンちゃんはね。はい、取りなさい。取れないな、もうおバカ、取れよ。3兄弟3兄弟ゾンビ、3兄弟ゾンビ、2兄弟か。金のブーツがそもそも履かないって感じ。むせやろ、履け、お前は履かない系か、履かない系ゾンビか、お前は。あー、てか装備してるやつ来た、装備してるやつ来た、待って待って待って、よし、これはいいぞこれはいいぞ、よーし、奇跡いいぞ。この装備してる系ゾンビをですねしっかりこっちに沈めてね、来た状態でこいつ生まれてきたんだけれども、これを水の中でドラウンドにこいつを変えさせた時に果たしてどのような挙動を見せるのか、それが今回の検証。ゾンビの頭は今回使えないね。はい、もうあいつはプル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 、これどん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 こうドラウンドになっていくはずなんだが、どうなるんですか。あっちに普通のゾンビもなんか入ってきた。あ、なんか持ってるやつが来た。あっちにも装備してるやつが来た。なんだ今日は入れ食いか、ある意味入れ食いかこれ。さあどうなるの。あ、プルプルしてるプルプルしてる、もうすぐ来るぞみんな、もうすぐ来る。ドド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 ドラウンド、あい、おおお、みんなドラウンドになったけど装備はそのままだ。はい、みんなドラウンドになった。はい、みんなどんどんドラウンドになっていくのね。悲しいかな。あ、またラグってるまたラグってる、これちょっと逃げないでまずい、またラグってる。なんなんだ調子悪いな、このラグってなかなか止まってる。あのゾンビの姿もなかなか可愛いけれども全然時が進まねえのだが。あー、帰ってきた帰ってきた。はい、よいしょ、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 はい、はい、オッケー。というわけで、今回の検証というか、プチチャレはですね、装備は落ちませんでしたということで、一件落着。オッケー、じゃあちょっと飛んで安全なところに移動して兄弟通信参りましょう。空中停止知ってましたかって聞いてみました。驚きということで、みんな知らなかったんだね、あれピタッて止まるやつね、すごいよねあれ。まあ使いどころ本当にないんだけどないね、今想像してみたけど使いどころ本当ないねあれね。エリトラの飛び方の説明、長嶋茂雄氏のバッティングやクラブさばきの説明と同じような、ててんてんトトントンとやるだけみたいなね、擬音で説明、こうバラババッとみたいな。マグニーさんと、あ、ネガ君と ラギさんとね、ジャラさんとねコラボした時の画像を作ってくださいました。で、マルチ画像上政バージョン、マルチ画像ジージバージョン、いいいい、ピンク色で可愛いね。で、ポンちゃんがオレンジ色可愛いねつってね。はい、というわけで本日は、以上でございます。200回目見事クリアすることができました。見事っていうかね、今更ウィザー倒してどうやねんって話にもなっちゃうんですけどもね。はい、というわけで皆さんまた次の動画そして配信でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバーイ、ほなー。